皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画はフレームにまつわるジオメトリの話ということで、以前ですね、動画でバイクのタイプによって乗り味が全然変わってきますよなんて話をしたと思うんですが、今回はフレームのジオメトリの話をですね、ちょっと細かく皆さんに分かりやすく説明していきたいと思います。それでは見ていきましょう。さて、まず一つ目はですね、ヒートチューブ超ですね。こちらはですね、基本的にはまあサドルの高さを決める上ではすごく大事な数値になります。ポイントとしては、ポイントというか場所としては、シートポストが刺さる場所、フレームによってはね、あのシートポストがもう完全にシートポストを差し込むタイプではなくて、シートポストを購入後にサイズを決めてからカットするタイプも、ありますので、この辺はね、数字をしっかりと確認するなり、あとはショップさんに行ってね、行ってですね、しっかりと相談して決める必要があるなと。あとは、今現在ね、スローピングタイプのフレームがすごく増えてると思うんですが、全体的にシートチューブの長さが短くなった方が、フレーム全体の剛性が高くなるというふうなね、こともね言われているということで、まあ、選手たちが意外と、まあ、このシートチューブの長さだけで決めてるわけではないと思うんですけど、短いものを選ぶためにサイズを1サイズ2サイズ小さいものをですね、購入する、もしくは、プロ選手も、まあ、ワールドツアーの選手たちも選ぶ傾向があるということで覚えておいてください。ヘッドチューブ長です。ヘッドチューブ長はですね、基本的にあのステムがくっついている場所ですね、一番前にあるチューブのところです。こちらに関しては長いと、ハンドルが高くなりますし、短いと低くなる、まあ、当たり前のことなんですが、短くなればそれだけキビキビ動くセットアップにできると。で、長くなれば長くなるほど乗り味がまろやかになります。僕は基本的に、ステムと、フレーム、そして、フォークのコラム、これはですね、ステムの上の部分とつら位置にするのが僕はいいと、見た目も含めていいと思っているので、つら位置にセットアップすることを考えた上で、フレームのサイズを選ぶんだったら、このヘッドチューブ長の長さはかなり重要になってくると。キビキビ動くのか、楽にコンフォータブルに乗りたいのかで選ぶ必要があるかというふうに思います。あとは見た目重視で、この長さをしっかりと選定した上で選ぶことによって、フレームにステムをベタ付きでねつけられて、で上もなおかつコラムをつら位置でカットできると、そうすると見た目もかっこよくなりますよという形です。ぜひ覚えておいてください。2つ目はですね、トップチューブの長さですね。こちらのトップチューブはですね、場所としてはサドルのところからステムのところに伸びている一番のメインのチューブですね。メインのチューブでもメインのチューブ2つぐらい3つぐらいあると思うんですけど、はい、一番上についているチューブのこと、これをトップチューブと言います。これが長くなるとフルベースが長く、まあ、全体的に長くなりますので、乗り味が全体的にまろやかになると。まあ車で言うとミニバンに乗ってるようなイメージですかね。でこれが短くなってくるとキビキビ動くと、ホイールベースが単純に短くなるのでキビキビ動く、単純にミニバンではなくスポーツカーに乗ってるような、そんなイメージと捉えていただいていいんじゃないでしょうか。はい、続いてはシート角でございます。シート角に関しても、寝てる方がやはりまったりとした感じでしょうかね。でこれフレームサイズが小さくなればなるほど、フレーム角がだいたい75度とか74度あたり、73度までいくものだと、もうやっぱり M サイズとか S サイズ以上のサイズじゃないと、なかなかねそこまでシート角が寝てるものというのはなくなってきてるんですが、まあ、これもあってですね、プロ選手は1サイズ2サイズ小さいものを選んで、シート角がより立ってるものを選ぶという、ことの表れだというところですね。なのでもし、身長がですね、まあ、身長がっていうと難しいんですけど、普段は M サイズ選んでるんだけど、もうちょっとレースで使うバイクでキビキビ動く、しっかりと加速してくれるバイクがいいなというふうに思ってる方は、ワンサイズ小さいのを選んで、まあ、ステムの長さあたりでね調整してもらってですね、あとはサドルもねシートポストで後ろにねオフセットできるものもありますので、そういった形で調整しつつ、キビキビ動くこのシート角が立ってるものを選ぶっていうのもね、一つの選択肢になるんじゃないでしょうか。続いてはね、ホイールベース、ね、先ほど最初の方でトップチューブの話でね、ホイールベースっていう、まあ、単語が出てきたと思うんですが、ホイールベースが短くなるとそのままですが速く走れます、ね、キビキビ動く場合コーナリングもすごく、なんていうんですかね、ピーキーになるというか、
まあ、じゃじゃ馬って言ったらいいんですかね。じゃじゃ馬っていうともう僕たち以上の世代の方しかわからないようなね日本語なのかなというふうに思うんですけど、そういう傾向があります。あのミニバンに乗りたいのかスポーツカーに乗りたいのかでこのホイールベースの長さ、選ぶのもいいんですが、今現在はねそんなしホイールベース同じサイズなんだけどホイールベース短めでお願いしますなんていう注文がですね、普通のメーカーであればできないですよね。まあフルオーダーでねカスタムして作るんであればいいと思いますが、そうなるとねあのカーボンバイクってわけではなくスチールとかチタンとかそういうパイプのねフレームになってくると思うので、あとね東洋フレームさんとかだとね作れるんじゃないかなと思いますが、それ以外はですねなかなか選ぶことができないポイントなのかなというふうに思います。続いてヘッド角とフォークのオフセットですね。これに関しては簡単に言うとグラベルバイクと要はエアロードの違い、これがこんな感じです。グラベルバイクって要はもうフレーム、あのフォークの角度がすごく寝てるんですね。これ寝てることによって要はロッキーなトレイルのセクションであったりとかグラベルロードをより安定して走ることができるセットアップがなされていると。それが、それを考えた上で 寝かせてある。これが立ってくるとそれだけキビキビ動くので、要は加速性能もいいだし、それだけまあなんていうんですか、剛性もね剛性感も高くなってくる、感覚ですよ。乗ってる時の感覚で剛性感が高いような、感覚を得られるので、まあ、結果的にこう加速性能もよく感じられますし、よく感じられるのがいいんですよ実際にね。で、そういうのがですねエアロードタイプに、採用されている。より立ってる、まあ、トラックバイクとかもねそっち系が多いですよね。あの特にあの最近ねナショナルチームの、チームパシュートなんか見てるすごい速いタイムをね叩き出しておりますけども、ああいったバイクに使われているのも、割かし、立ってるものが多いということでございます。さて続いては BB ドロップ、これはね車でいうとキャスター角みたいなものですね。これが、大きくなるとどっちかっていうと、まあ、なんか船に乗ってるようななんかワンテンポ遅れるようなペダリングした時のワンテンポ、あれワンテンポ来ないみたいな、そんな感覚があると。ただ別に速く走るってわけじゃなくてゆっくりロングライドしたいなんていう方はこれが大きい方が乗り味もいいですし、あの安定性が高まるということなので、あの悪くないなと。これが小さくなるとですねキビキビ動いたりとかクリテリウムとかね、ああいうレース系のもうすぐペダルを踏んだ瞬間こう反応してほしいなんていう時なんかは、よく感じるというところですね。僕が乗っているキャニオンの、アルティメットに関しては大きくなってます。で、逆にエアロードタイプになると、小さくなっているのでよりキビキビ速く走れるバイクと。ただ空力がいいってわけじゃなくてそういった設計も施されているのがこのエアロードの良さでもあります。さてここからねまとめに入っていきますが、まあ、単純に、バイク選びのポイントとして、考えていただきたいところは長く快適に林道も、舗装路も、オールジャンルで楽しみたいなんていう方はもう一択です。グラベルロードバイク行ってください。これは間違いないです。はい、あのいろんなですねキャリアをつける、まあ、ボルトの穴が開いてたりとか、まあ、キャリアをつけるのも楽だし、まあ、キャンプをしながらライドを楽しむなんてこともできますし、今なんかねなんか釣りをしに自転車で行こうなんていうね、ことが、巷で流行っているようですけど、そういったこともね容易にできてしまうのがこのグラベルバイクの素晴らしさです。タイヤを交換すればね普通に、ロードバイクと遜色なく一緒に走ることも可能です。対してレースで勝ちたい反応性がいいバイク、剛性の高いバイク、キビキビ曲がるバイクなんていう方をお探しの方は一択です。エアロロードバイク、まあ、エアロ系のロードバイクですね。キャニオンだったら CF、エアロード CF、SLX とかそういったものねものをですね選んでいただくと間違いないかなと。まあ他社でもそのエアロ系のバイクというのは、様々ございますし、そういったものを選べば間違いなくレースでは、皆さんの味方になってくれるというふうに思います。あとは、ポジション合わせでね考慮していただきたい3つのポイントとして、シートチューブ長ね、身長によってはシートポスト、出なくなってくるので見た目があんまりかっこよくないですね。シートポストはやっぱある程度出た方がかっこいいですし、あの自転車全体的にまとまりが良くなるというふうに思いますので、シートチューブ長、あのあとは剛性のね、良し悪しも左右するポイントになります。そしてリーチ、あとはスタック、
まあ、この辺はですね、ある程度乗り慣れてきて、次にもうちょっとなんていうんですか、キビキビ動くバイクがいいなとか、ちょっと今乗ってるコンフォート系のバイクよりももうちょっと、レース寄りのバイクにちょっと移行していきたいななんていう時に考慮してほしいのがこのリーチとスタックですね。あとはヘッドチューブ長なんかも、注目してもらえると、ハンドル周り、まあ、コックピット周りの見た目がねよくできるポイントとなりますので、この辺も、視野に入れてですね、次のバイク選びやってみてください。ということでね、僕もねいろんなバイク乗ってみて、今現在は本当グラベルバイク一択でございますね。まあライドに参加するグループによっては、早くね、平均速40キロぐらいで、まあ2時間ぐらいね走るグループもありますので、そういったグループに参加する際はエアロロードバイクを乗ってですね、しっかりと先頭交代をしながら追い込めるバイクを選んでですね、またゆっくりと、まあちょっとカフェでもしに行こうぞみたいな、そんなグループに行くときはもう完全にグラベルバイクに乗ってコンフォートにロングライドを楽しむ、そういった形で選んでおります。皆さんもですね、今回の動画を参考にですね、バイク選び、そしてフレームのジオメトリーを考えてもらってですね、レース志向なのか、ゆるポタなのか、ロングライドなのか、釣りに行くのかね、考えてみてください。ということでね、今回の動画も参考になったと思っていただけたらね、ぜひともグッドボタンお願いいたします。それでは新しい自転車が買ったらですね、ぜひコメント欄で教えてください。次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。